皆さん、こんにちは。大谷翔平選手の結婚相手と噂されている田中真美子さんは、何度かロサンゼルスに行ったと言われています。昨年から4回は大谷選手に会いに行ったと言われているため、現在の様子も合わせて調べてみました。田中真美子さんの現在に関して、すでにアリゾナで新婚生活を送っているという情報もあります。大谷翔平選手はキャンプ中なので、自宅ではなくキャンプ地アリゾナの宿舎で過ごしているとのこと。キャンプ地での生活は3月半ばまで続く見込みだ。大谷は現在、球団が用意した宿舎に住んでいるという。そして、そこに田中真美子さんも一緒に住んでいると、関係者からの報道がありました。大谷は現在、キャンプ地のアリゾナで新婚生活を送りながら新しいシーズンの準備を進めている。大谷選手が結婚を発表したのは2月29日。それ以降に田中真美子さんが渡米したとなると、空港では大騒ぎになっていたかもしれません。そう考えると、結婚の発表以前にすでに渡米していたかもしれません。大谷翔平選手の自宅は現在まだエンゼルススタジアムの近くということですが、近々ドジャースのスタジアム近くに引っ越すと言われています。大谷選手の代理人はキャンプ入りするまでにセキュリティが万全で、ドジャースタジアムにも近いビバリーヒルズで新居を決めるよう強く勧めていたそうです。そのため大谷選手は3軒ほど候補となる豪邸の下見をしていました。まだ正式な新居は決まっておらず、3軒の候補が上がっているとのこと。田中真美子さんは大谷翔平選手に会いに昨年から4回も渡米していたということです。どのような場面で、どの時期に何回渡米したのでしょうか。2023年4月24日、田中真美子さんはバスケットの実業団富士通レッドウェーブを退団しました。田中真美子さんの近い知人の話によると、その直後に田中真美子さんはロサンゼルスに行ったといいます。田中真美子さんがロサンゼルスに着いたと思われる4月26日の試合で、大谷選手は6号ツーラン HR を打ちました。昨年の大谷翔平選手はホームランの後、左手の薬指にキスをするというパフォーマンスを見せています。当時からファンの間では、恋人に向けてのパフォーマンスなのではと匂わせ行為として話題になっていました。4月19日の4号ホームランの時にはしっかりとパフォーマンスを行っています。しかし、田中真美子さんが感染していたと思われる4月26日の試合では、ホームラン後も左手薬指にキスのパフォーマンスは見られませんでした。もしかして現地に田中真美子さんが見に来ていることを周囲にバレないように、あえてパフォーマンスを控えたのかもしれません。このことから推察すると、4月26日には大谷翔平選手のもとに駆けつけていたのではないかと考えられます。となると、現在このパフォーマンスは見られなくなっているのでしょうか。大谷翔平選手がホームランを打った時のニュースに注目ですね。2023年7月から8月にかけて、大谷翔平選手はかつてないほどの不調に見舞われました。試合中の全身の痙攣や両ふくらはぎの痙攣、先発マウンドで投げては左手中指の痙攣で試合を途中退場しました。不調は続き、8月23日には右肘の違和感により途中降板。その後の検査では靭帯損傷が発覚し、手術をすることになりました。メンタル面で強いイメージの大谷翔平選手もさすがに参っている様子が見られました。選手生命に関わるかもしれない大きな怪我ということもあり、大谷翔平選手の心身への疲労、ストレスは相当なものだったと思います。その時も田中真美子さんは大谷翔平選手の元に駆けつけたと言われています。大谷が変調を迎えていた8月中旬、英子さんの姿は日本にはなかった。英子さんに近い知人が打ち明ける、この頃まだ日本で暮らしていた英子はロサンゼルスを訪問しました。わずか1週間弱の滞在だったそうですが、少しでも大谷選手のそばにいたかったのではないでしょうか。わずか1週間弱という短い期間かもしれませんが、恋人が側にいてくれたのは、手術を控えた大谷翔平選手にとって大きな心の支えになっていたのではないでしょうか。現在は結婚して一緒に暮らし、しっかりとそばで支える田中真美子さん。大谷翔平選手は何より心の安定が大事と常日頃思っているようなので、現在は本当に良い環境になっているのでしょう。2023年11月は大谷選手が FA 権、自由契約ができる権利を取得し、全球団との交渉ができるようになりました。大谷翔平選手がどこのチームに行くのか、この時世界中の注目が集まりました。日々報道が熱を帯びてくる中、静かな環境で交渉の話を進めたい大谷翔平選手は、とてもストレスがかかっていたと言われています。この時も、大谷選手の側に田中真美子さんは、ロサンゼルスに駆けつけたと言われています。田中真美子さんの近しい知人と言われる方もこのように話しています。少しでも顔を見たかったのではないでしょうか。大谷翔平選手の不調やピンチの場面では、どんなに遠く離れていても、駆けつけてくれる良い彼女だった女性が、現在はすぐ隣にいてくれる妻になったんですね。
多くのマスコミが2023年12月の年末年始、田中真美子さんは両親と一緒にロサンゼルスに1週間の滞在をしたことを報道しています。今年に入ってからは、親同伴で1週間近く渡米したそうです。彼女からは何も言いませんが、仲間内では、もしやとその話題で持ちきりです。この時、結婚についての打ち合わせや住まいなど、大谷翔平選手と田中真美子さんや家族みんなで話し合ったのではないかと考えられます。またこの時に候補となるビバリーヒルズの新居を一緒に見に行ったのかもしれませんね。また大谷翔平選手もこの時期田中真美子さんと一緒に田中真美子さんの誕生日を祝ったと思われる発言をしています。彼女の誕生日には一緒にいました。僕も彼女も仕事の予定があったりして、それがジャストの日だったのかはともかく、誕生日が近いタイミングで一緒にお祝いをしました。年末年始というと誕生日から少しずれている気もするため、もしかしてお忍びで別日で会っていたのかもしれませんね。大谷翔平選手が突然の結婚発表をしてから、お相手の情報をめぐる報道が連日ネットを賑わせています。そんな中、田中真美子さんの知人から2人が出会った頃の貴重な情報が入ってきました。大谷さんは覚えていないようですが、最初の出会いは2019年の12月頃のはず。翌月の2020年1月に彼は女子バスケのオールスターゲームを観戦していますが、その試合に A さんも招集されています。ちょうどコロナ禍に入る直前に2人は日本で立て続けに会う機会があり、恋愛に発展していった。もしこれがコロナ禍だったら頻繁に会うことはできなかったでしょうね。田中真美子さんの知人と言われる人がこのように証言をしていました。また以前大谷翔平選手はインタビューの中でお付き合いしたなれ初めについてこのように話をしていました。短いスパンで何回かたまたま会ったので、そこからというのが一番ですかね。 W リーグオールスターに招待された田中真美子さんを応援しに行った時はすでにお付き合いが始まっていたのかもしれません。田中真美子さんが帰国したすぐ後に、実は大谷翔平選手は極秘に弾丸帰国をしていました。さらに今年1月、大谷は多忙の合間を縫って数日だけ弾丸帰国し、在日米国大使館を訪問。日本を離れてから一時帰国していたことが明かされる隠密行動ぶりが話題となった。2024年1月9日に在日米国大使館を訪問した大谷選手は米国大使と記念写真を撮っています。この時は所属球団が変わったためビザの再発行が必要だったそうです。自分のビザの再発行と田中真美子さんのビザも合わせて発行手続きに行ったのだと言われています。そしてなんと愛犬のデコピンのビザも発行していただいたという素敵な記念写真も公開されました。夫婦2人と1匹揃ってのビザを取得でき、現在はアメリカで生活中ですね。アメリカでは試合に家族揃ってメジャーリーグの試合を応援するのが一般的だと言われています。また毎年7月に行われるオールスターゲームでは、選手が妻を同伴して赤絨毯の上を歩くレッドカーペットショーも開催されます。今まで独身だった大谷翔平選手は通訳の水原一平さんと一緒に参加していましたが、今年は奥様の田中真美子さんが一緒に歩く可能性が高いです。合わせてメジャー独特の集まり、奥様会、選手の妻が集ってイベントなどを楽しむ会があるため、そこでも田中真美子さんが参加するかもしれません。現在世界的な選手の嫁として田中真美子さんにはすでに活躍の場が用意されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。